無双はまだ続く。広島は22日の中日戦、バンテリンを3対1で制し、連敗を2でストップ。先発した、ノーヒッター、大瀬良大地投手、33、が今季初対戦の竜打線を相手に、好調ぶりを見せつけた。無安打無得点試合を成し遂げた7日のロッテ戦も含め、登板前まで22イニング連続無失点で迎えた一戦。 まずは右腕を4回に赤ヘル打線がアーチで援護した。一支一塁から末金が中日、メヒアの直球を一戦。左翼席へ飛び込む6号先制ツーランで、前の打席で凡退していたので、なんとか仕事ができてよかった、と6日の日本ハム戦以来となるアーチで2点を奪った。踏ん張りどころは直後の4回裏。 先制団の末金がプレー中の違和感で途中交代すると、一死から高橋周に十三玉投じた末に死休、続く細川には五球目に死休と嫌な空気が漂った。だが、今季の大セラは些細な逆風には全く同じる気配がない。なんとか一個ずつアウトを積み重ねたいと、気持ちを切り替えた、と、続く中田をシュートで詰まらせて二比に打ち取ると、 リカーソンには145キロの外角直球で言うごろ。本類を踏ませなかった。オーセラはカットボールもまっすぐも今日はそんなにコースを間違えるようなこともなかった。と、その後は7回まで竜打戦に連打を許すことなくンアンダム失点。5月31日のソフトバンク戦の2回から続く、自らの連続無失点イニングを29として、 今季4勝目、0敗、を挙げた。プライベートも順風満帆だ。33回目のバースデーとなる17日には、第2子の長女が誕生。当日は夫人の実家で、両家の間でも話題になったそうで、これから先はもう、自分ではなく、娘の誕生日になると。それはそれ幸せなこと、と満面の笑みを浮かべた。 公私もに充実の恋のエース右腕は次回は1991年の笹岡慎治の30、12年に今村武氏が記録した34の球団歴代2位までの連続無失点記録超えに挑む。